じゃあ自己紹介からまずしてもらいましょうか。カンカン同立の国際系の学部出身 で、はい、で現在は同じ大学の大学院、留学経験は大学2年生の夏から3年生の春まで、うん、カナダの方に。ああそうなんですか。カナダで尊敬する人。尊敬する人はアリストテレス。世界三大哲学者やんけ。アリストテレスやっぱりあの哲学だけじゃなくていろんなね、ああ、そうやな。はい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 。大学の時に図書館でいろんな本読んで、その時に誰もいちいち出てくるっていうか。そうね。またアリストテレス来たみたいな。そんな感じ。すごい。やっぱ今は基本的に一つの学問を突き詰めるのが、はいはい、主流だけの専門。そうそうそう。文学。いろんな分野にやっぱ広く通じるっていうのは、違う分野に関して勉強してても違う分野からなんかヒントを得られるんじゃないかとか、そういうのは自分でもなんか今まで考えたことがあったから。プラトンがさ、なんかイデアの話して、そうそうそう、プラトンが理想主義的なことを結構説いたのに対して、うん、アリストテレスはまあちょっとちゃうみたいな的な感じなんかな。ソクラテスは無知の知や、うん、こうソクラテスも結構やばいやつ、もうやばいやつ、政治家に声かけて、なんか質問をどんどんしてって答えられなくなるぐらいまで、なぜ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 、そうそうそう、答えられなくなったら、俺は自分が賢くないってことは知ってるから、その分だけあなたよりは賢いみたいなこと言って、こいつ一緒や。あ、別に一緒や。愚かな人、なんか、おしそくらです。そんなこともある。おしそくらですって言うやつおる。たまにいいね、感じも。いや、もらっても嫌です。そくらです、四季やから。あ、これ、独派。そうそうそう。一応、独の渡れて。古代ギリシャがなんで発達したか。わかる。エジプトってその時代もめっちゃ文明発達してんけど。なんで、なんでそれ知らんけど。川があるから。泣いるから。ああ、なんであ、そこらでソウル文明が川の近くにどこあれだったやった、死んだ感じが笑うね次、なんか子供の頃、自分にとって大きかった影響ああればうん4人兄弟だったんで、兄弟のヒエラルキーみたいなのが兄弟大きかったなと、小さい頃の自分の社会っていうのは兄弟間の社会が全てだった気がする。今思い出すと縦社会やったの。縦社会兄弟、武士二人いて、一番上の兄がなんかいろいろもうその時は何でも言って、用意しないとダメだ、なんか買ってこいって言われたら買いに行かない。それは親は何も言わねえの。あ、それ隠れてやるから。あ、なるほど。基本的には賢いというか、それはね、いい影響か悪いとか。悪い影響、悪い影響。そう、理不尽さをなんか学んだんかな。なるほど。強いて言うならもっと自由になりたい、だから海外志向な。関係ない。じゃあ次の質問。社会に足りないと感じるもの。もうちょいなんか緩くねした方がいいんだ。やっぱり攻撃的な社会が、うんうん、攻撃的な傾向がすごい最近目立ってるよね。で、それが可視化されるから。そうそうそう。なんか結構弱者に厳しい。日本人ってめっちゃ自己責任論強いし。そうそうそう。もうちょいなんか許す心を持つ。なんか日本人ってゆったり優しいみたいなイメージが全然ちゃうっていう。違うな。みんなと同じようなことしてんやつに対してはめっちゃ厳しい。ああで自分と同じような。人は優しい、うん、基本的に自分が受けた利益をなんか他の人と共有するというよりはな、自分が受けてきた理不尽な仕打ちっていうのも自分の下の人になんか受けさせたいというか、会社とかでも入って最初はなんかこういう態度をしろみたいな、自分もなんか先輩から言われてきたからみたいな、これ最後にさ、嫌なことが多すぎんだよ。だからまあまあそれもあるんだ。やってられへんのか、もう他の人も受けてくれんと、わしもそんなもうみたいな。そう。じゃあ次は、自分的には何を大切にしてる？自分なりに正しくアウトしてる。なんかあんまり人が見てないからなんかするとか言うよりはなんか人に言っても恥じゃないようなことをしようみたいなことは、もちろん自分が完全に合理的、100% 合理的ってわけではないと思うし、なんか感情的に動いてたらさ、うん、アホみたいな感じあるやん、合理的じゃないわみたいな。それまあまああるよね、そういう。でも感情的に言った方が結局幸せみたいなのもあるやん。国際政治でも同じような感じ、主流派はやっぱり国家は合理的に動く存在だっていうのが戦後、第二次世界大戦後は主流だったけど、最近はもっと違うナショナリズムアプローチが。次です。これまで一番充実してたこと。留学の時期なんやな。やっぱり寮に留学生寮に暮らしてたんだけど、すごい充実してる。あのこういう関係も広げてて、子供に留学進めた。将来自分がどこに住んでるかも正直。あ、そっか。住まんようにはすると思う、子供いる頃に。なんで日本には住まんかなと思う。やっぱ政治学やってて、うん、あまり政治的にもうよろしくないというレベルですか。国民のとかじゃない、政治の進み方とか保守的すぎて自分の肌に合わないっていうこと。敏感肌なんや。政治の敏感肌。夢とかある？
際貢献なら なんかしらなんか国際社会で自分が力をできたら何かしら残せたらいいな。例えば何なの国際貢献って。例えば条約を締結させるのに声生かして条約とかどこに何しに行くお前僕も一応国際法ゼミに入ってたわけで全然関係なくないし終わりそれみたいな感じだけ終わりどういうところが面白かったか。なんか日本ですね、だから日本が正しいみたいな、いっぱい行動してると思うんやけど、でもそうじゃなくて、例えば北朝鮮もそうやし、北朝鮮も自国の利益を考えて行動してて、でアメリカ、日本とかって言ってることって正しいみたいな感じやけど、でも結局、こっちの利益、西側の利益考えてるだけやから、正義と正義のぶつかり合いね。そう。だからそれが今の人生のにも影響を与えてるって、だから自分の利益を最大化してるだけっていうのは、そうそうそう、結局自分の生き方の。そう。国際政治やってるとまさに、何個か、国際政治を見るレンズ、分析するレンズというか理論があって、その中の一つがリアリズムっていう現実主義なんです。そうそう、つまりリアリズムっていうのはその簡単に言いますと反対がまあ理想主義で、そういうこと、戦争をなくしましょうっていうのが理想主義で、リアリズムはそんな簡単なことをエクセレンスっていうことで、すごい感じがしたそんな感じで、前列第一次世界大戦の後にすごい理想主義、ウィルソン大統領とかはしゃった理想主義があったけど、結局第二次世界大戦が起こっちゃったっていうのがあって、その反省から理想主義だけじゃなくてもっと現実的なことを考えようっていうことで、いやけど別にそれだけじゃないよ、なんか国益だけじゃないのよ。なんで冷戦が終わったかっていうのを考えてみると、リアリズムを考えただけでは説明できない。ソ連ってだって自分でグラスノスチっていうなんか情報開示を行って自分 で、はい、でその結果なんかソ連の崩壊につながったみたいな。リアリズムっていうのは自分の国が存続していくこと、生き残っていくことが第一にあるから、自分の国が崩壊するっていうのは一番ダメなことなんだよ。そう考えるとだからそう今までの説明ができなくなっちゃうってなって、いろんな議論が繰り返しやね。まあ、そう、それもあるな、なんか保守主義に触れて、そう、自由主義に触れて、また保守に、まあ、それがいいからね。オバマさんが8年続いた後やったから、トランプさん、あその反動というか、反動じゃったんじゃないかっていう。何質問やったっけ。あんなにグローバルに言われてる。次の質問、ちょっと変わるけれども自分の長所自分が喧嘩したくない性格なんで、そういういざこざっていうのもできるだけすごい回避できてるっていうのがやっぱり、出てるもん、滲み出てるもん、優しいもん。何でもない言ったりしてる余裕やろ。ここの焦りぐらい見て、もう話し話し俺が喋ってっていう出てるのにさ、そういうこと、父親との接し方とか、ああ、でも家庭環境というか、そのとおりや、実際からの、相手を怒らせないように喋ろうっていう、こういう人が国際間に立ったら平和的になれるんじゃない。いや、でもそうだよ、もっと強くないと分かるのか。そう、やっぱ主張がね、弱すぎる、日本人全体によく言われることだけど、フランスだったら、フランス語勉強してる時に聞いたんだけど、会話がめっちゃもうマシンガンみたいにそうなんや、自分で割って入らないと自分に会話する機会がなくて、で入らないと逆になんかなんで入らないのみたいな、喋りたくないのみたいな感じで言われるぐらいみたいな。国際的に見たら必ずしも日本のレンズでしか、日本の社会では争い事起きないかもしれないけど、なるほど。じゃあお金を払ってでも勉強したいこと、やっぱり哲学とか昔から興味あったし、ちょっと関係あるかもしれんけど、国際関係修辞学、喋り方とかやったり、例えば前は借りた本とかだったらなんか笑いって何で起きるのかみたいなの、上下関係のこうやってやるのは名誉の人に対して生物学的にとか、生き残るためにとか、そうそうそう、人間はでも顔って白目が大きいのはなんかコンタクト取るためみたいな、黒目の位置で方向を示すというか、狩りの時はなんか喋れないから音が立てられないから目の黒目の方向で獲物の向きを示したり。でも目でかい人ってめっちゃ警戒心高いんちゃう。マネージャーじゃあさ、耳は2つあって鼻の穴2つあってさ、心臓は1つ、一番大切な心臓ってさ、なんでかわかる、わからん。なんでお前知ってんのお前誰やねんマジで。偶然やろね、こんなもん。だって別に魚だって耳ないしけど生き残ってるわけで、生き残ってきた個体がたまたまそれそれであった。顎とかもちっちゃくなってきてるんで、硬いもん食べへんようになってた。ああ。だからこれめっちゃ昔の関連動画上げときますけど、僕人間の未来人未人骨折っていうのを唱えてる。今ってさ、義手とかさ、車とかそうやん、道具に頼っていくやん、いらんねん体が、もうここだけでいいから、ここだけ残してちょっと動いていくみたいな。美人骨やったもんね。あの人らは無性生殖と有性生殖持ってんねん。人間やん、有性生殖はまあ今まで、で無性生殖はネットに残していく。
重視される部分で考えるとそうかも、うん、本当に頭脳だけあればいい、うん、なんでも最近は環境とかにホットというか、なんかちゃんと追いつかんとか、政治だけじゃなくて環境ヨーロッパってすごい、なんか最近やっと日本もさ、SDGs とかさそうそう言うようになってきたけど、やっぱり向こう行ったらもっと強いという菜食主義というベジタリアンズムとかヴィーガニズムが向こうは普通だから、僕も彼女もベジタリアンズム、そうそう、僕の兄実はヴィーガンなんで、でもさ、それってさ、ベジタリアンはなんで理由なの？人によってて、動物愛護の観点から見たらやっぱり動物が殺されるのは酪農ってすごい檻とかにいる、はい、権利的に見てヴィーガンって動物愛護の観点と別に何があるの？酪農に使う環境コストが大きすぎるっていうことで、毎日莫大な量の餌を牛とかに食わせて、その肉を食うよりも餌に使うそのフィールド、はい、畑とかの部分を人間の食料に与えて、やっぱり人口っていうのはどんどんこの先増えていくから、その全体に行き渡らせるだけの食料を作るってなると、やっぱりそのうち限界が来る、酪農とか肉食を続けていくと、そういう意味では菜食にスイッチしていかないと。勉強だった。動物愛護の観点からビーガンになる人の反応されるような、じゃあ植物殺していいんですかね？そうやね、植物だって生きてるやん、あの人だって見えへんけど、うん、カーボビスめっちゃ出してるらしいよ、で微生物をおびき寄せたりやってるらしい、だから生きてるわけよあの子らも。ただだから動物になんで心理が湧くかというと、人間と似てるからっていうだけであって、命は別に平等になる。ちょっと何の話なんで日本と遅いんやん。社会が独特というか、ヨーロッパの一国というよりは極東の一国って感じだから、日本独自のなんか政治体制とかっていうのがあったり、やっぱ農耕民族と遊牧民の違い、丸山さんは別やんな。世界の宗教は3つに分かれて、うん、ヨーロッパ系と砂漠系と、日本みたいなモンスーン型の3つに分かれて、砂漠系っていうのは砂漠の過酷な地帯で生きてて、だから試練の連続やから、そっからなんか試練を合理化するように、これは神が与えてる、あだからこそやねんな、考え方だけどな。日本人とユダヤ人っていう関連動画ありますけれど、あれにそういうだから大きな権力とか大きな権威がオーソリティがないとやっていけへん。なるほど。砂漠で生まれた宗教っていうのはやっぱキリスト教もそうやし、ユダヤ教イスラム教も一緒やねん。え、じゃあ宗教の根源ってさ、人間の合理化そうじゃん。だから自然とか向こうは災害とか説明できなかったんを神の力って、だからモンスター型も一緒ないよね。神ですね。そうそう、だから自然のそれぞれに神が宿るって感じ、説明できないから、だから神が起こってるから台風が来て、はいはいはい、地震が起こって火山が噴火してみたいな。日本僕もそういうわ、宗教って言わんとか人間の合理化って言う誰に伝わんねん人間の合理化だよ。モンスーン型は自然を畏怖しながら自然に従ったけど、どっちかというとヨーロッパの農耕型の方は自然の形を変えて自分たちに合うように変化させてきた。あ、丸山さんの考え方だったと思う。そういう自然災害があんま強くないから、そうそうそう、だから自分の自分でいけるんや、そうしたいように形、なるほど、自然の形を変えてきた。